ファイトプラズマとは植物に寄生して病害を起こす一群の特殊な細菌である。以前はマイコプラズマ様微生物と呼ばれた。変成細胞内寄生性で植物の支部とある種の昆虫に寄生する。古くはウイルスと考えられていたが、1967年に土曜時らによりマイコプラズマに似た細菌として世界で初めて発見された。 現在では1000種以上の植物に感染する病原体として知られる。横ばいやう化など死間液を吸う昆虫によって媒介され、これら媒介昆虫の体内でも増殖する。特に問題となっているのは、ココヤシやサトウキビなど熱帯の作物におけるファイトプラズマ病で、他にも稲菌病を始めた数の作物に病害を引き起こす。症状は、 わずかな大化か,から腰まで多様である。これらの原因としては、主観での増殖により、栄養の転流が妨げられること、またストレスにより光合成その他の代謝などが影響を受けることが考えられている。また、特徴的な症状として、天狗草病症状や、花の墓などのダイナミックな形態異常が生じることも多い。このようなユニークな形態に、園芸的価値が見出され、 感染植物が幸い品種として沈徴される例も存在する。これらの症状は分泌するタンパク質が病原性因子として機能した結果、誘導されることが明らかとされている。細胞壁を各点ではマイコプラズマに似るが、これと違い宿主細胞なしでは培養できない。直径は約0.1マイクロメートル。細胞膜には内部から分泌されるタンパク質が 膜タンパク質として多量に存在し、これが媒介昆虫の種類を決めると考えられている。昆虫に感染し、血リンパに乗って全身で増殖した後、唾液腺から出て吸虫によって、再び植物に感染する。植物体内では、歯間液に乗って全身に広がる。ゲノムは非常に小さく、500から1000キロ塩基体前後、遺伝子数も数百個しかない。また、 GC 含量が全生物のゲノムで最も低い。2004年に東京大学のチームによって世界で初めてゲノムが解読され、普通の生物が持つ遺伝子の多くを書くことが解明された。例えば、トカカイロ、電子伝達系、F 型 ATP 合成酵素、ペントスリン酸経路、アミノ酸、脂肪酸合成経路のほとんどを持っていない。特に、 ATP 合成酵素の欠損は生物としてかなり得意なことである。クラミジアやミトコンドリアに見られる ATP、ADP とランスロカーゼも発見されておらず、ATP の供給は解糖系に依存している可能性がある。このように重要な遺伝子の多くを失っているにも、かかわらず、植物及び昆虫の細胞内で増殖することが可能である。 それぞれの宿主に応じて、ゲノム全体の約1、3にも相当する遺伝子の発現量を切り替えており、それを巧みに使い分けることで植物及び昆虫の双方に適応していると考えられている。一方、これらの遺伝子の発現制御メカニズムに関しては明らかになっていない点が多い。多くの細菌は周囲の環境変化に応じてシグマ因子と呼ばれる。 電車因子を使い分けることで遺伝子発現を制御する。2種類のシグマ因子を持ち、特にポットはゲノム解読をされたすべてのファイトプラズマに保存されている。最近のポットは一般に向上的に発現してハウスキーピング遺伝子の発現を司ることが知られるが、ファイトプラズマのポットは昆虫体内で 発現量が上昇すること、ハウスキーピング遺伝子以外にも病原性や宿主との相互作用に関わる様々な遺伝子の発現を制御することが明らかにされている。従って、ファイトプラズマのポットは宿主への適用に寄与すると示唆されている。宿主植物の細胞内に寄生するため、分泌タンパク質は宿主細胞内において、宿主側の因子と直接作用すると考えられる。 そのため、この分泌タンパク質は病原性に寄与する可能性が高いと考えられていた。2009年、分泌するわずか38アミノ酸のタンパク質が植物に対して天狗層症状を誘導することが明らかとなり、天狗と命名された。さらに天狗は植物が種子を作れなくなる不燃症状も誘導する。天狗は支部に寄生する。 ファイトプラズマから分泌された後、周辺細胞や頸腸分裂組織へと移行し、オーキシン及びジャスモン酸の2つの異なる植物、ホルモンカスケードに作用し、複数の症状を誘導するユニークな病原性因子である。花の墓症状を誘導する因子としては、ファイロジェンが特定されている。ファイロジェンは、様々な種のファイトプラズマに保存された分泌タンパク質である。 バイロジェンは植物の価値観形成に関わる特定のマズドメイン転写因子に結合し、それらの分解を誘導することで核価値観の墓を引き起こす。培養できないため、診断にはかつては電子顕微鏡観察や抗生物質の影響を見るしかなかった。しかし、その後はエライザ法、さらにポリメラーゼ連鎖反応による診断方法が開発され、PCR を用いた。 種の分類も可能となった。2016年には、ランプ法を用いて、あらゆるファイトプラズマを勘弁、高感度に検出する技術が、初めて開発、実用化された。試薬乾燥化により、常温での輸送、保管が可能になったため、日本の他に、東南アジアやオセアニアなどへの普及が進められている。防除には、感染植物の除去や、媒介昆虫の防除が行われている。 有効な薬剤はあまりなく、抗生物質も増殖を抑えるが、使用を中止すると再発するためあまり利用されない。感染した植物から感染していない部分の組織培養により、正常個体を再生することは可能である。マイコプラズマなどと同じくテネリクテスモンモリクテスズナに属する。ただし、マイコプラズマとは離れたグループである。俗名、ファイトプラズマは、 暫定的に用いられているが、まだ正式ではない。培養できず、16砂などの遺伝子配列で比較する方法しかないため、分類はまだ確定的ではない。暫定種として、これまでに約40種が報告されている。このうち日本での発生が報告されているのは10。暫定種であるが、アジサイハカ病の病原である CA ファイトプラズマジャポーニカムは、 日本でのみ発生が報告されている。ありがとうございます。